ああ、言った。まだ痛いんだけど、マジ最悪。キャスク様、手をお貸しします。いらない。そういうの嫌だっつったじゃん。不快に思われたのなら申し訳ございません。しかし、僕たちはキャスク様の力になりたいのです。何でもやります馬になれと言うなら、四つん這いにでもなりましょうどうか。 お役に立ててください絶望に沈み、何の希望も持てなかった我々を救ってくれたのは、キャスク様の作ったビジョンオーブでした。その時に僕たちは誓ったのです。キャスク様に全てを捧げて生きていくと。何それ。重いんだけど。すんません。そういう勝分なんで。んよく見たら、イケメンじゃん。 同じ顔のイケメンにチヤホヤされるのも悪くないかも。てか、最高かも。うん、いいよ。そこまで言うなら、ついてきなよ。ありがとうございますこの命、キャスク様のために。だから、そういう思いの嫌だってば。んじゃ、気楽に進歩させていただきますよ。キャスク様。 キャスク何俺は、あなたが作ったビジョンオーブが正しいものだとは思えない人の罪は、よく知りもしない他人が簡単に決めていいものじゃないもっと一人一人の事情をちゃんと知って、しっかり考えて答えを出すべきなんだ俺には、ビジョンオーブのせいで、人が考えることをやめてしまっているように見える だから壊すのああ。壊せ。壊して。世界を変えたいうーん。そうかもね。ビジョンオーブじゃダメなのかも。え私さ、ずっと人間のことを見てきたんだ。空の上からね。それで思ったのね。 人間って、ほんとバカ。マジ救いようがない。だからさ、うん。めんどいけど、やるしかないかなって思った。うん。てか、今決めた。ちょっとやってみるよ。美しい世界ってやつにするために。それってどういう内緒。多分君は怒るから。 はあ、なんかもう、喋るのもだるくなってきた。じゃあ、行くね。体痛いし、疲れたしだから。あんたたちのこと、今回は見逃してあげる。運が悪かったら、また。行ってしまったな。 思う余力がないのは確かだが、良かったのだろうか。分からない。でもなんとなく、キャスクとは、また戦わなきゃいけない気がする。当たり前だろ。蹴りつけずに追われるかよ。しかし、今のお前たちではキャスクには勝てない。まさか、また戸川鬼の力を使うつもりかああ。てが。 さっきからお前誰だよアイビス。確か罪の国作り張った魔導士やったな。それに、ソニアのお世話もしてたっていう。アイビス、あなたは一体。俺たち、あなたに聞きたいことがたくさんあります。私には話すことはない。さっきも言った通り、私はただの死がない魔導士さ。秘密主義みたいやね。 いけずなお人や。何も話すつもりねえなら、余計なことだけ口挟んでくるんじゃねえ。私はただ、勝てない相手に無茶して挑み、また戸川鬼の力を解放して、あたり一面の生命を根絶やしにするような悲劇を見たくないだけだ。扱いないと分かっていたから、恐怖し禁忌していたから、抑えていた力なのだろう。別に恐怖なんてしてね いけすかない力だから、使いたくなかっただけだ。そうか。お前は、自分の本当の心に向き合う必要があるようだな。ここから東の山を越えた先に、荒文の高地と呼ばれる場所がある。自身でも気づかぬほど奥底にある、己の内面に向き合える場所と言われている。そこに行き、自らの心と対話せよ。それが、 力を御する最善の道だろう。それに、内面に向き合うことは、お前たちにとっても良いことのはず。俺たちにも見たところ、お前たちはまだ、罪の力の全てを解放しているわけではないようだ。それって、ブラッドシーンのこと己に問え、自身の罪と改めて向き合え。その行為が、 力の解放へと繋がるはず。ブラッド神の解放私から言うべきことはそれだけだ。どうするかは自分たちで決めるがよい。さらばだ、都がを背負いし者たちよ。せいぜい罪に飲まれぬことだな。おい、待ってくれ言ってもうた。んや言いたいことだけ言って勝手よな。 これからどうするの彼方。カナタキャスクが何をする気かわからないけど、今の俺たちじゃ、いざって時彼女を止められない。それに、この先は、もっと手強い敵もいるかもしれない。必要だよ。俺たちには、力が。ビシャス、俺は行きたい。その荒踏みのコーチに行くべきだと思う。<laughs> 分かったよ。 それがお前の意志ならしょうがねえ。付き合うって決めちまったからね。ありがとう。ひとまず、次の目的地は決まったな。キャスクたちがどこに行ったか、その行方もいずれは調べなければならないが。まあ、今はええやないの。目の前のおかず、一品ずつ片付けていかな。行きましょう、彼方。彼方の望みを叶えるために。 世界を変えるために、次の目的地は、荒みの高地だ